オールド・オーチャード・ビーチ・ピア・ビーチ沿いの観覧車オールド・オーチャード・ビーチはアメリカ合衆国メイン州南西部ヨーク郡に位置する町。ポートランドの南西約 20km、ボストンの北東約 150km に位置する。人口は8856人。実際にはいずれの市町村にも属しない所属未定地で CDP である。町は大西洋に面している。 1> 約1 0トルにわたってビーチが広がっており、夏のリゾート地になっている。ダウンタウンには、ハマグリ料理店や T シャツを売る店が並ぶ。観光名所の一つとなっている木造のピアには、土産物屋が並んでいる。ビーチ沿いには、夏の別荘やコンドミニアム、モーテル、ベッドブレックファストが立ち並び、観覧車を有する遊園地もある。 オールド・オーチャード・ビーチの歴史は1653年に遡ることができる。その4年後、1657年には、この地への最初の入植者であるトーマス・ロジャースが、ガーデン・バイ・ザ・シーと呼ばれる入植地を建設した。数年後、入植地は150人ものネイティブアメリカンの軍勢に襲撃されるが、ビーチの近くで10人の軍人が追い払った。しかし、 その十人の軍人に加勢した町の人々はことごとく殺され、ロジャースの家も焼き払われてしまった。オールド・オーチャード・ビーチの名は丘の上にあった古いリンゴの果樹園に由来している。当時の船乗りたちはこの果樹園をランドマークとしていたのである。オールド・オーチャード・ビーチの公衆浴場、1914年、1820年にはマサチューセッツ州から分離独立する形で、 メイン州が州に昇格した。この頃からオールド・オーチャード・ビーチは夏のリゾート地としての道を歩み始めるようになった。メイン州の州昇格と同年、オールド・オーチャード・ビーチに初めての本格的な宿泊施設ができた。1837年、地元の農園主、EC ・ステープルズが現在のオールド・オーチャード通りの近くに宿泊施設を作った。 さらに1842年には、ボストンとポートランドの間に蒸気機関車が開通し、オールド・オーチャード・ビーチの西 3km のところに駅ができた。1851年には、ステープルズ通りの近くに観光客向けのシーフードレストランが開業した。1853年には、モントリオールとオールド・オーチャード・ビーチとを結ぶ鉄道が開通し、 カナダから最も近いビーチとして観光客を呼び込んだ。南北戦争後、オールド・オーチャード・ビーチはさらに発展を続けた。1873年に開通したボストンメイン鉄道はオールド・オーチャード・ビーチの街の中心部を貫いて通った。1892年にはビット・フォードとオールド・オーチャード・ビーチの西に位置するさ、ことの間を通っていた馬車がトロリーにとって変わられた。 1898年には初めてのピアが完成した。この鋼鉄製のピアは長さが540メートルあり、海面から6メートルの高さに作られていた。しかし、同年11月にピアは大きな損傷を受けてしまった。1900年には最初の町庁舎が建立され、1902年には最初の遊園地が完成した。1903年には オールド・オーチャード・ビーチとポートランドを結ぶ全長 22km の電気鉄道が開通した。同電鉄はオールド・オーチャード・ビーチとポートランドを1時間未満で結んだ。運賃は20セントであった。リゾート地として順調に発展していったオールド・オーチャード・ビーチであったが災害にも見舞われた。1907年の大火の際にはビーチフロンとエリアが炎に包まれ、 ビーチ沿いの建物、施設のほとんどが消失した。ポートランド、ビットフォード、サーコなど、周辺の市や町からも消防士が応援に駆けつけたが、ポンプの水圧が低かったこともあり、消火は難航した。1909年にオールドオーチャードビーチを襲った嵐はピアを壊し、その長さを210メートルに縮めた。ピアは1978年の嵐でそのほとんどが壊された。 現在の木製のピアは1980年6月に作られたものである。イベントも多数開催された。1910年には自動車の100マイルレースが開催され、デーブ・ルイスが優勝した。1920年代から1930年代にかけてはビッグバンドがよく演奏会を開いた。ピアのカジノでは夏になると著名なバンドが演奏し、 その時期にオールド・オーチャード・ビーチを訪れた観光客たちはダンスに興じた。また、オールド・オーチャード・ビーチは大西洋横断飛行の基地ともなった。チャールズ・リンドバーグの大西洋無着陸横断飛行成功の後、触発されるように大西洋横断を目指した飛行家たちは、オールド・オーチャード・ビーチの固くしまった長いビーチを滑走路として利用し、海の向こう、 ヨーロッパへと飛び立っていったのである。オールド・オーチャード・ビーチの位置オールド・オーチャード・ビーチは、北緯十三度三十分四十九秒、整形七十度二十三分七秒、北緯三点五一三六一度、整形十点三八五二八度、四十三三点五一4 3マイナス七十点三八五二八に位置している。街は、大西洋のビーチに沿って広がっている。 町の中心部は北東南西方向へ約3キロメートル、北西南東方向へ約1キロメートルの範囲内に収まっている。アメリカ合衆国統計局によるとオールドオーチャードビーチは総面積1 9 6キロ平方メートルである。このうち1 9 3キロ平方メートルが陸地で0 3キロ平方メートルが水域である。 総面積の1.32%が水域となっている。オールドオーチャードビーチの気候は涼しく過ごしやすい夏と寒い冬に特徴付けられる。7月8月でも月平均気温は摂氏20度程度である。冬は月平均で氷点下7度程度で日中でも氷点下の日が続く。降水量は月75から110ミリメートル程度で1年を通じてほぼ一定であり。 年間では1000から1200ミ、mm、リメートル程度である。冬の降雪量は月間50センチメートルにも達する。このような気候に加え、ニューイングランドの中心都市でメガロポリスの最東端をなす。大都市ボストンから車で1時間半ほどと近いため、オールドオーチャードビーチは夏になるとリゾート地として賑わう。一方、冬はオフシーズンとなる。オールドオーチャードビーチ駅。 オールド・オーチャード・ビーチの玄関口となる空港は、ポートランドにある、ポートランド国際ジェットポートである。また、ボストンのローガン国際空港も、利用可能な距離にある。アムトラックのオールド・オーチャード・ビーチ駅は、ファーストストリート11にある。ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車、ダウン・イースター号が、下記期間中のみ1日5往復停車する。 当期の不シーズンには同列車がオールドオーチャードビーチ駅に停車しないので約6キロメートル西のそこ駅が最も近い駅となる。週間高速道路 I-95 は町の北西を走っており中心部からは少し離れている。I-95 の支線である I-195 が町の入り口中心部の西約2キロメートル程度のところまで通じており町と I-95 本線とをつなぐ役割を果たしている。I-95 本線は、大西洋岸の主要都市を結んで南北に走る幹線である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人高校生世帯と家族収入と家計ウォールド・オーチャード・ビーチは以下の都市と姉妹都市提携を結んでいる。 ありがとうございます。